Hello there! 始まりました。モイセスチャンネルです。今回はですね、自分がやってたアルバイトの話ですね。塾や予備校以外どんなバイトしてたのかっていうのをちょっと話したいと思いますね。さっき収録したんですけど、なんと動画がうまく保存されていなかったということでエラーが出てしまって、2回目の収録でですね、すごくガーンってですね、ガーンってショックを受けてるんですけども、まあどんなのをやってたのかっていうのをちょっと話したいと思いますね。まずはですね、高校生の時は、まあいろいろやったんですけど、そうですね、パン工場ですね、なんか日雇いみたいなやつなんですけど、結構周りの人みんなですね、パン工場でやってましたね。すごい大変でしたね。もう単純作業がずっと続くんで、まあね、一日が非常に長く感じましたね。5分とかはめちゃめちゃ長く感じてですね、大変でしたね。なんか面白かったの、蒸し焼き、パンの蒸し焼きするやつで、なんかこうやってこういうなんかですね、薄いやつにちょっと薄くですね、こう垂らすんですよ。こう垂らして、でそれがこの蒸し器に入るとこの薄かったやつがボンってでかくなるわけですね。でかくなるっていうので、そのこうなんかに乗せる鉄板みたいなのにどん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 乗せていくんですね。でどん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 乗せていくんですけど、こうやってガシャンガシャンってですね、入れ物があってなんかこう乗せていくんですけど、それをですねバサーって全部こぼしちゃってですね、蒸し器の中に超でっかいですね、蒸しパンができたっていうのをですね、今でも覚えてますね。はい。でそんなんとか、あとはコンビニですかね。コンビニ長かったですね。レジ打ちとかめちゃくちゃ早かったですね。夕方やってたんですけど、その後朝に帰って、早朝に帰って、学校行く前やったりとかもしてましたね。で、あとはそうですね、郵便配達、年賀状の時期はそうですね、郵便配達とかもしてたりしますよね。で、あと何やったかな、高校時代は、結構やっぱ派遣、人材派遣っていうのが結構、今わかんないですけど主流というかよくやってる、その春休みだけ夏休みだけとかっていうのでよくやってたんですよ。で引っ越しが多かったですね、ほとんど、なんで引っ越しをたくさんやったっていうのが記憶にあります。で、大学に入るとまあ塾が基本なんですけど、それ以外にいろいろやったんですけど、まあ引き続きこの人材派遣でいろいろやりました。引っ越しはもうやだな、辛いなと思ったんで、なんかイベント関係っていうのに登録したんですね。でそれだと設営とかですね、いろんな立てたりするやつとか、あとはイベント会場でなんかプラカード持って、はい、最後尾こちらですとかってやつですね。なんか地方のものが来る物産展とかあるじゃないですか、百貨店の。ああいうの結構やりましたね。あとはポケモンセンターで最後尾こちらですみたいなのとか、そんなのもありましたね。いろいろとやったのを覚えていますね。まあ本当バイトばっかりしてましたからね。本当そういう生活でしたね。留学したかったんで、どうしてもですね。で、そういうのをやって、で、土日とかはそういうのやったりしてたんですけど、で、土日はそうだ、販売員になるんですよ、その後ですね。これも派遣なんですけど、そうです。家電量販店って、大体あれ派遣の人がやってるんですよ、働いてると。社員の人って実は少ないんですよ。で、その派遣のところで、自分は日立のプリウスっていうですね、パソコンの担当だったんです。今、プリウスって言ったらもう完全に自動車ですけど、ですね、当時はですね、あったんですよ、パソコンが。で、それの担当でやってました。で、土日はそれをやってるっていう感じですね。で、この朝の9時、10時だったかな、9時。で、それで8時間、プラス1時間休憩でやる。で、時給が1500円ぐらいだったのかな、わかんないですけど、600円ぐらいだったのかな。そんな感じでやってましたね。だから塾講師で2400円とかもらえますけど、拘束時間がすごい、80分で2400円もらうけど、拘束時間がすごくあるし、コマはそんなにたくさんない。それよりは、全然土日にそのですね、量販店でバイトした方が、よっぽど儲かる。だから土日祝日はいつもそこでバイトしてましたね。そんな感じで、まあ、ちょっとでも、やっぱりなんかこの、その家電量販店の人ですね、が売りたいものを売るです、ね、そこに誘導するっていうのが結構辛かったんですよ。で販売員としてはトップだったんですよ。トップだったのはやっぱり喋りが得意だったので昔からです、ね、トップだったんですけど、やっぱそれを売らなきゃいけないっていうのが辛かったですね。どうしそこに誘導しなきゃいけないっていうのがちょっとですね、やっぱ精神的にあんま耐えられなくて結局は辞めてしまいましたね。であとやったのは居酒屋やりましたね。はいはい、夜中はそうでしたね。11時ぐらいから朝の5、6時ですね、終わった時間によるんですけど、でもこれもう給料3時までしか出ないんですよ。そんなんおかしいだろうって思って、まあ今は多分そういうの少なくなってると思うんですけど、昔はそうなんですよ。飲食店ってある時間以降はですね、お金が出ないっていうのをファーストフード店とかもそうでしたね。だったんで、非常に
つらかったですけど、まあそれもすぐやめましたね。だからなんありえないと思って、なんでそんな無駄に働かなきゃいけないの、こう時間がすごい無駄だなと思ってやめましたね。そんな感じで、いっぱいやってきて、ホテルのやつとかもやりましたし、ホテルは大変でしたね。あんなに辛いんだなっていう地獄を味わいました。ものすごい怒られましたしね。髪の毛が長いだのなんだのですね、とかレストランもやりましたね。レストランのウェイター、その派遣の仕事、いろんなの体験できるからやったんですよね。そのちょっと体験してみたいなと思って、CD のパッケージ作りとかですか、なんか段ボールのボール紙でパッケージ作るやつとか、すげえなこの単純作業とか思いましたけどね。単純作業自体はまあ得意といえば得意なんですけど、いやかなり辛かったのを覚えてますね。あとはコンビニのおにぎりとか弁当とかの製造、すごい大変でしたね。ね、いや本当に1時間がめちゃくちゃ長い単純作業がずっと続くで、ものすごいなんか生きですね、超長い時間生きたいっていう方はですね、ぜひそういう仕事を、やるといいんじゃないでしょうかね。火が関わるとすごい大変でしたね。なんかそのブリのところとか、ブリ焼いてるやつとか扱ったりとか、唐揚げのとことか扱ったりとかもしたりですね、結構大変だったのを覚えてますね。まあ、そういう感じで、あとはそっか、あれか、いわゆるこのお歳暮とかのシーズンになったら、冷凍パックのやつ、箱をこう移動するやつとかですね、ああいうのもやりましたね。いや、でも多分数えきれないんで、覚えてないのがたくさんあると思いますね。いや、今もとよくやったと思います。でまあそうです、バイトっていうのは、まあ、塾っていうのはその単価が良かったんですけどです、ね、拘束時間も長いし、やっぱそのどうやってもポコッとって夜朝とか働けないですから、当然塾って来ないですからね、誰もですね。なのでその夕方から夜しか働けない中で、少ない中っていうのよりはやっぱりこの長い長時間ですね、塾よりも全然時給が低くても長時間やった方が良かったとか、そういうのがあるんで、やっぱそういうのを加味してきちんとアルバイトは選ぶっていうのが大事だと思いますね。やっぱ家から近いとか、そのですね、重要だと思いますね。その移動時間すごいもったいないですからね。塾はやっぱり準備時間とかですね、質問対応とかですね、その辺をきちんとですね、考えてですね、これからまあ、ね、大学1年生になってですね、バイトを考えてますとかっていう人も結構いるとは思うので、ね、そういうのを意識してみてみれば、はい、意識してみてもらえればいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.